スチールドラゴン2000は、三重県桑名市にある、遊園地、長島スパーランドにある、ローラーコースターの一つ。2000年8月1日開業。開業当初の車両は、スタンダードなボックス型で、1両6人乗りの車両が6両、連結された計36人乗り。カラーは、イエロー、ブルー、シルバーの3色。 2007年には中日ドラゴンズが日本シリーズで優勝したため、その記念の車両が追加され、スチールドラゴンズ2000という名称で運行された。同車両の先頭には日本一の記念度語がラッピングされていた。2012年12月9日をもって終了した。2013年3月15日にリニューアルされた車両は1両4人乗りの車両が7両、 連結された計28人乗り。カラーは、レッド、イエロー、ブラックの3色。最大の特徴は、シャーシの上に一人掛けのバケットシートを置いただけの、囲いがない座席で、座ると足が浮いた状態になる。この車両の特徴から、ホームページには青字で、足が、ブラブラ絶叫度200%と書かれている。2003年8月23日。 走行中の車両から車輪88個の内半分に相当する44個が落下し乗客1名とコース下のプールサイドにいた客1名が重傷となる事故が発生した事故発生から終日運営休止となり以降営業休止の状態が続いていた事故1ヶ月前の定期点検の際に受け負い業者が 車輪の部品を不要な部分にまで取り付けていたことが原因とみられている。2006年8月12日より試運転を重ね、同年9月3日より営業を再開した。ありがとうございます。